を決する決勝戦、対戦カードはカルデアビクトリー VS ロイヤルキングライオンズとなりました。大注目のこの一戦、絶対に見逃せない。10点を追うカルデアビクトリー、1回の裏の攻撃、チームの欠点ランサーアルトリアがマウンドに上がります。打席にはデイビッド・ゼム・ボイドが入ります。まずは着実にランナーを塁に来たよ。ピッチャー第1球投げました。これでワンアウト。打席にはベリル・ガードが入ります。まずは着実にランナーを塁に来たよ。しっかりね。ここでスキル発動。ピッチャー第1球投げました。速い球、とどめの一撃。チャンスを生かすことはできるのか。ピッチャー第1球投げました。速い球、とどめの一撃。カロックゼムルツス、相手選手を豪快に吹っ飛ばしました。スリーランホームラン。カロックゼムルツス、大きな一発をお見舞いしました。バッターは7番マッシュ。長打でさらにリードを広げていこう。ピッチャー第1球投げた。速い変化球、詰まった打球、おーっと引っ掛けた。カウントはワンストライク。続く第2球投げた。鋭く曲がる変化球、打ちました。二遊間、マッシュ。相手選手を豪快に吹っ飛ばしました。バッターは1番、闇の小屋マジカヤ。大きいです。ピッチャー第1球投げました。変化球、詰まった打球、あわやホームランという当たりでした。カウントはワンストライク。続く第2球3アウト。この回ビッグイニングとなりました。ロイヤルキングライオンズの攻撃に移ります。大きな点差で迎えました。2回の表、アルデアビクトリー、逃げ切りたい場面です。この回ピッチャー第1球投げました。ストライク、ナイスストライク。続く第2球投げました。ストライク、に当たりません。続いて3球目投げた。また手が出ません。この変化球には手が出せないか。これでワンアウト。バッターボックスにはアルトリア・オルタが入ります。塁に進むことはできるのか。ここでスキル発動。ピッチャー第1球投げました。ストライク、ナイスボール。続く第2球投げました。また手が出ません。続いて3球目投げた。また手が出ません。この変化球には手が出せないか。これで2アウト。チームの欠点ランサーアルトリア、バッターもここからヒントにつなげていきたいところです。ピッチャー第1球投げました。ストライク、続く第2球投げました。また手が出ません。続いて3球目投げました。また手が出ません。この変化球には手が出せないか。これで3アウト。ロイヤ
回の攻撃は三者凡退に終わりました。試合終了。カルデアビクトリーが悲願の優勝を果たしました。みんなおめでとう。